ーバルフードパートナーズの企業向けケージフリー卵トレーニングプログラムへようこそ。このトレーニングプログラムの講師を務めさせていただきます勝島と申します。コースを始める前にグローバルフードパートナーズについて紹介させてください。私たちはシンガポールに拠点を置くコンサルティング会社です。食品企業やホスピタリティ企業と共同してアジアにおけるケージフリー卵に焦点を当てた企業のアニマルウェルフェア目標や責任ある調達目標の設定と達成をお手伝いしています。私たちは卵の生産者たちとも密に連携して生産者の方々がケージフリーの生産システムへと移行し、それを最高の形で維持管理することができるよう技術的な支援を提供しています。私たちのチームはラテンアメリカからアジアに至る世界各国における食品業界のリーダーたちや卵の生産者、そして政府と共同してこの問題に取り組んでいます。すでにご存知かもしれませんが、ケージ飼育は世界的に見ても鶏卵業界における主流の飼育システムです。しかし、より高いアニマルウェルフェアを実現した製品を求める消費者の需要に後押しされて、世界中の食品業界における主要な企業がケージフリーポリシーを採用し、そのサプライチェーンを通してケージフリー卵のみを調達すると宣言してきました。このトレーニングプログラムを受講しているとしたら、御社はすでにケージフリーポリシーを採用しているか、あるいは採用することを検討しているところでしょう。このプログラムでは御社のケージフリーポリシーをよりよく理解し、それを実行するのに役立つ鍵となる情報を提供します。このトレーニングプログラムには4つのモジュールがあります。ケージフリーの基本、コミュニケーションと報告作業、 CSR と責任ある調達、ケージフリーポリシーの実行、各モジュールの最後には簡単なクイズがあります。このプラットフォームの資料タブから取り上げられたトピックに関連する資料を見つけることもできます。この最初のモジュール、ケージフリーの基礎では、ビジネス事例からケージフリーへの移行に際して予想されるコストに至るまで、この話題の全体像を与えます。2番目のモジュールでは、どのようにポリシーを策定すべきか、またどのように進捗を報告すべきかという話題を含む社内外のコミュニケーションとレポートに焦点を当てます。3番目のモジュールでは、 CSR と責任ある調達、そして企業がケージフリーポリシーを企業の長期的なビジョンにいかに組み込むのかをより詳しく見ていきます。最後のモジュールでは、どのようにすればケージフリーポリシーを実行することができるのかに焦点を当てます。それではトレーニングコースをお楽しみください。